S のチャレンジ一直線。概要欄にあるアンケートに回答しよう。朝宮葵からの電話で背中を押された綾瀬陸は、逃げずに料理対決の決勝に臨むことを決意。この一件で宮部新たち、二代目宮部のメンバーはさらに結束を強める一方、長屋茂は結果に不満を抱くも、龍二が行ったことを評価する。また楠木優香から龍二が会長に似ているという言葉を受け、不敵な笑みを浮かべる。そして後日、茂は長屋の幹部会議であることをみんなに告げる。田辺弘子のおかげで、二代目宮部の経営は安定し、全国展開も現実となり始めた頃、新たは葵と桐の雄大に次なる計画を伝える。そのとんでもない内容に葵と桐野は驚くが、新たの本気を見せられ、新たと共に心を決める。